疲れ様です。皆さんにとっても良いトレーニングになっているみたいですわね。いやマジで生まれたての子ヤギのように足がガクガクしまうぜ。お前は運動禁止なんだから体重管理には十分気をつけろよ。昨日だって食後のデザートを余分に。見てましたの？あれはプリンが美味しすぎるのがいけないのであって、私は悪くありませんわ。そんなことよりライスさんの仕上がりは好調のようですわね。マックイーンやチームのみんながいるから頑張れるんだってさ。こちらこそライスさんの頑張る姿は励みになります。じゃあ私は思いっきり走ってこようっと。お前はおとなしくしてろよ。あ、もう私が走りたくてうずうずしているのを分かっててああいうことは。